今回の千モッドサバイバルは最強のウィザーストームを倒していく。そして今回の目標は3つ。1つ目は最強のまな板装備を揃えること、2つ目はダイヤモンドチェストを作ること、3つ目はエンドシティにいるウィザーストームを倒すこと。と、その前に今から5秒以内にチャンネル登録と高評価をしてくれたらウィザーストームが巨大化します。それじゃあ本編どうぞ。はい、どうも、スーパーライス先生です。ということで今回も、千モッドサバイバルをやっていく。で、今回の最終目標は、あの最強のね、ウィザーストームを倒すこと。でね、前回の続きからと行きたかったんだけど、ちょっとね、ウィザーストームのモッドが、以前使ってたモッドとね、バージョンが合わなかったから、今回は新しいマップで挑戦していく。ただね、今回作った建築物とかは、いつも使ってるワールドに引き継いでいく。それでね、斧を、プラス作って、さあ、木を回収していくんだけど、これね、木を狩るときに、はい、一気にね、進まない、いいね、一気に取れるモッドは、今回も入っていると。進まない、進まない、いいね。でね、ちょっと今回面白いモッドを入れてきたんだけど、こういったね、小型な動物を、進まない、はい、こんな感じで、持つことができるんだよね。まあ、ぶっちゃけ、持ってたからといって、なんかできるってわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとね、面白そうだったから入れてきた。でね、ウィザーストームに勝つためには、まな板装備を作んないといけないから、ひとまずね、まな板装備を作ることを目標とする。あ、押した、OK。おはようございます。進まない、進まない、さら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 。でね、まな板装備を作るためにはひとまずね、ダイヤモンドがなんと54個も必要なんだよね。けど今回はダイヤモンドが集めやすくなるモッドを入れてきたから、そのモッドを使うためにまずは村を目指す。あー、豚さん発見。でね、豚さんに関しても、あ、すまない、はい、こうやってね、持つことができるんだよね。早く話せこら。あー、ヨーガ発見。すまない、いいねー、焼き豚の完成。あ、すまない、すまない、いいねー、だいぶ焼き豚が集まった。いいねー、村を発見。神神神。あ、で、ちなみに、一応ね、羊さんも、はい、こうやってね、持つことができると。あ、でもね、ちょっと、羊さん重いからさ、移動速度遅くなったけど、あげる。で、今回、モッドで追加したね、特殊なゲートが作れるんだけど、この緑色の丸石がね、14個くらい必要だから、これを集める。すまない、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 すまない。さあ、ひとまずね、13個集まったから、こんなもんでいいでしょう。え、早くね、村人さん早くね、あっさらい、それじゃあね、ちょっと、一旦ベッド作って、寝よう。それじゃあね、この丸石を使って、それ、ポータルを作っていこう。1、2、3、1、2、1、2。でね、これはね、モッドで追加したポータルなんだけど、これを起動させるためには、エメナルドが必要だから、それ、村人さんとエメナルド交換する。はい、あ、ダメ。すまない。あ、ダメだな。すまない。わー、いた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 。川沢口。この人と、はい、エメナルドを交換していくと。いいね。それじゃあ、エメナルド使って、すまない。来たー、このね、洞窟の世界に行ける、このね、モッドで追加したね、ポータルで、ね。よし、それはね、早速、レッツゴー。さあ、来たよ、洞窟の世界。ちょっと待って。いきなり知らない鉱石いっぱいあるよ。待って待って。あれ、いきなりダイヤモンドじゃない？やっぱりね、この世界はダイヤモンド見つかりやすいね。はい、それではね、石のツラスって、石の斧を作る。さあ、なんだ、この紫色の鉱石は。はい。ん？え、待って糸が出てきたんだけど。え、どういうことこれ。はい。金塊。はい。レッドストーン。え、待って。これもしかしてさ、ランダムでアイテム出てくる？はい。あ、ランダムっぽいね。さあ、何が出る？ラプスラズリー。うわ、なんだ。エメナルド。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい。それではね、ちょっと肉を焼くための石炭を取っていこう。さあ、鉄も回収して、とりあえずね、鉄のスラッシュ作ろう、鉄のスラッシュ。おっと、なんかしないけど、ランクが上がったらしい。おっと、なんだ？ヘキサイトとか色ゲットした。はい、それではね、まず、かまどを作って、鉄を焼いていこう。オッケー、いいね。ちょっとね、もう一個かまど作って、肉焼こう、肉。さあ、かまどを4つ作って、さあ、肉を焼いていく。いいね。はい、それはね、鉄を回収しの、鉄のスラッシュ作っていこう。いいね。さあ、これで、ダイヤモンドを回収していく。進まない。いいね。2つあるよ。はい。待って、奥で。いいね、いいね、いいね。もっとある、もっとある、もっとある。あ、いや、待って、めっちゃあるじゃん。神、神、神、神。そこで、いくつ？はい。6個。いいね、いいね、いいね。で、まな板装備を作るためには、これで、はい、まな板を作る必要があるんだけど、ダイヤモンドブロックがね、6個必要なわけよ。だから、あと、48個必要。さあ、肉を回収。回収。回収。さあ、謎のランダムブロック破壊しの、相変わらずね、ランダムだね、出るものが。はい。え、なんか赤い鉱石できた。マグライトインゴット謎。はい、それじゃね、鉄で、チェスト、エキスを作る。さあ、申し訳程度に装備完成。え、待って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 、エンターパールゲットしたんだけど。おっと、まさか、まさか。この下にあるブロックは、ダイヤモンドブロック。マジでこれゲット、あ、待った、ちょっとスケルトンいいじゃん。ストライク、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 オッケー。待った、クリーパーいすぎでは、ストライク。あぶら。さあ、今のうちに、ダイヤ回収。いいね。1、2、3、4、5。待った、ストライク、ストライク、いいね。ちょ、待った、来た、ストライク、ストライク、ストライク、いいね。あ、
まだ下にダイヤが眠っている。オッケー。これで12個着々と集まってる。え、待って、あれもダイヤじゃないこれ。待って、ダイヤありすぎでしょ。待って、ウィッチがいる、ウィッチがいる、ウィッチ。ブライブライ、あ、ブライ、またいるし。ブライブライ、あ、ブライね。あー、でも毒食らっちた。やばいやばい、めっちゃ HP めっちゃやってんだけど。死ぬ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 。さあ、肉食べて回復していく。といったこれ双子。はい。で、かまど置いて、といった鉄焼いて、鉄の装備意識揃えよう。あ、待って、ヘキサイトってやつでさ、スルハシ作れんじゃん。剣も作れんのこれ。あ、これどっち作るか迷うな。それで、はい、キロボとヘキサイトで、ビレー！ヘキサイトの剣、かなり強い。これダイヤの剣より強いんじゃない？鉄が完成している。オッケー。はい、ブーツ、ヘルメット作って、鉄装備意識、完成。はい、それではね、ダイヤモンド返していこう。いいね。1、2、3、4、5、5、ゲッチュ。あ、ストライク、ラップスラズリもね、回収していこう。はい、はいと。これ何これ、このブロック何？はい、マグライト鉱石。マグライト、え、待って。マグライトのほら強すぎでは。攻撃力19とかさ。え、待って、攻撃力15はやばいでしょ。ちょっとこれ回収してさ、かまどで焼こうよ。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。いいね。それではね、ちょっとかまど置いて、マグライト鉱石を、はい、焼いていく。はい、それではね、マグライトイゴと回収しろ。はい、それではね、マグライトの、この、攻撃力19ってやばくない？石道路がね、攻撃力9だからね。で、マグライトの、らしい。で、こいつも攻撃力13。鉄4だからね、マグライトの剣、15はやばい。で、ジョレ、マグライトのシャベル持ってきとこう。え、待って、これ、早い早い早い。このツラジの採掘速度、え、早い、待って。壊れる速度早すぎ。これ、強い代わりに、すぐ壊れちゃうっていうやつだ。あ、こいついるけど、これ、ちょ、待って、え、誰あのスキルと。え、待って、あいつやべえ、やべえ、めっちゃ連射してくる。ちょっと待った。あいつやべえぞ。盾持ってこい、盾。さ、ちょっと盾構えて、ちょ、ガードして、あったらいい。ちょっと待った。こいつ、どんだけ連射してくるの。やばい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 。チート、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 チート。チート、ストライク、ストライク、おっと、プロ。何あいつ、やばくない？ 10 連射くらいしてくる。ええねえ、あれ待って、あれはダイヤじゃなさそう。あったらいい。あー、やっぱこれね、強いからにすぐ壊れちゃうわ。ストライク、やばい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 。ダメだ、これすぐ壊れちゃう。ストライク、ストライク。あ、これなんだ？あ、これさ、ヘキサイトっぽいね。はい、はい。それはね、はい、ヘキサイトのもの、ヘキサイトのフラッシュを作っていく。これはね、壊れにくいでしょ。いいよ。わっ、ストライク、ストライク、クリーパー、ストライク、ストライク。いっと、あーった、これダイヤじゃない？ダイヤだよね。はい、1、2、3、4、5、6、いいじゃん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 。23個集まったから、残りで30個ぐらい。ストライク、あーった、あれさ、ダイヤじゃない？やっぱね、ダイヤ個めっちゃあるわ。さあ、ダイヤ回収、いいね。1、2、3、4、5、6、6個の塊多いね。はい、29個。いや、待って、あれもじゃない？これもじゃん。マジでダイヤ多すぎん？1、2、3、4、5、はい、6、いいね。35、さあ、これも回収してこう。はい、2、3、2、39、さあ、謎の鉱石破壊し、のなんだ、わーっとバトルスライムブロックできたぞ。待って、クリーパー次。あ、これ、わーっ、詰まった、ちょっと待った。スポラーじゃん。さあ、スポラーはしっかり破壊して、オッケー。中身は、ここで、糸、はい、サドル、鉄のリングと、うわー、来たー、いいねー。ダイヤモンド、マジでこう多すぎ。回収、1、2、3、4、5、6、いいねー。あ、45、あと9個。さあ、ラップスラズリも回収していこう。うわー、来たー、いいねー。さあ、1、2、3、4、51、あと3つ。さあ、まな板装備さえ作っちゃえばね、もうこっちのもんだからね。来たー、最後のダイヤモンド見つけた。いいねー。これでようやくね、マーライト装備作れるよ。はい。それでね、鉄棒。ダイヤモンド。さあ、これいくつ？はい。はい。やはり6。それでね、ちょっと一旦クリーパーとか来ないように道塞いで。さあ、念願のマーライト装備作っていこう。まずはね、作業台を。で、ダイヤモンドブロックで。いいねー！ダイヤモンドブロックを6個作って。はい。はいと。で、作業台2つ置いて。きたー！作業台マーライト。これよ。これがないとね、まずで、ウィザーストームには勝てない。さあ、セットして。はい。でね、このマーライトの上で作ったものは、はい、こうやってね、64個になるんだよね。まあ、マグライトを作ったから何って話なんだけど。あ、てかさ、これダイヤモンドブロック作らないといけないから、あと6個必要だ。さあ、ウィッチは、ストライク、エンターマン、ダイヤだよね、ダイヤ。頼む、6個。1、2、3、4、5、6! え、待って、7、8、9! え、ありすぎでは。いや、これね、もう勝ったわ、今回の。それで、ね、作業台バラエティセットして、ダイヤモンドで、ダイヤモンドブロック64個作っていく。それじゃあね、せっかくだから、はい、分解しろ。ダイヤモンドのチェスト、ダイヤモンドのレギス、ダイヤモンドのブーツ、ダイヤモンドのヘルメット、いいねー、ダイヤモンド装備式完成。あとね、まな板で、はい、石炭ブロックで64個を作っとこう。それではね、はい、ダイヤモンドブロックと、作業台で、さあ、作業台まな板64個、神だね。うわーっと待って、破壊した瞬間にさ、エンダーマン見てんだけど、あ、さらに、さらに、さらに、いいね。はい、それではね、一旦ね、ボットの世界に帰ろう。おっと、まさかの夜、一旦寝よう。さあ、朝だね。で、これ、作業台まな板ゲットしちゃったから、まな板置いて、木の棒と木材で、はい、まな板洋服作っていく。で、さらに、はい、まな板の剣、まな板の斧、まな板のつるはし、まな板のシャーベル、まな板のクワ。で、これらのまな板装備をすべて合体させて、はい、来た！まな板のパクセル。これよ。もうね、これさ、あればね、もう負けることはないね、まず。あ、それ、あ、ストライク！間違えた。一応、ダイヤモンドブロックと、かまどで、はい、調理まな板を
っとく。調理まな板で焼いたやつは今焼きやすいわ。はい、それではね、ついに作っちゃおうかな。はい、まな板のブーツ、まな板のレギンス、まな板のヘルメット、まな板のチェストと、さあこれでまな板一式つけて、さあもうね、最強最強が整ってしまった。これ、ね、こうやってね、空を自由に飛べるプラス、はい、まな板のブーツはスピードを、はい、上げることができるんだよね。だからこれで、うわあ、めっちゃ早いね、相変わらず。ちょっとね、これまな板のパクセル、これでね、ディグレンジをね、増やすと 27×27、 これで掘ると、はい、やばいね、こうやって、はい、27×27 マス掘れちゃうんだよね。これはやばすぎる。でね、今回作った建築物はいつも使ってるワールドに持ち込むっていうね、特別ルールを設けたから、ちょっとね、ダイヤモンドチェストを俺作っていきたいと思う。これでダイヤモンドワンドをまず作ると、はい、ただね、はい、ここ整地して、それでね、ダイヤモンドブロック使って、それでね、ちょっとあの水色のね、お花を取ろう。はい、回収。でね、作業まな板置いて、はい、これをいいね、空色の染料に分解していく。ちょっと羊さんいないから、羊さん、はい、痛い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 、出さない、綺麗。さあ、羊の羊毛月中、さあこれで、はい、まな板を作って、羊毛と空色の染料で、綺麗、空色の羊毛、いや待って、さあ空色の羊毛64個完成。で、あとラプスラズリで、はい、ね、ラプスラズリブロックを作っていく。はい、そしたらね、ラプスラズリで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、これで 10×10 広めていく。で、ここ、はい、ダイヤモンド敷き詰めて、ブロック敷き詰めて、ここでね、ダイヤモンドワッドの出番。これどういう能力かっていうと、はい、こうやってね、 B クリックで一気にね、選択したブロックを、はい、こんな感じでね、簡単に埋められるんだよね。ただ、はい、手持ちのダイヤモンドブロックとか消費するから、ポットがないとね。はい、さあこれで待って、アミさんしっかり選択して、はい、さあ隙間を、はい、ダイヤモンドブロックで埋めていくと。いいね、神神神。さあね、1,2,3,4,5,6 で、ここの隙間は、はい、ダイヤモンドブロックを設置しろ。これでワンドで、すまない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 、いいね、めちゃくちゃはかどる。またしても、すまない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 、いいね、すまない、埋めていくと、すまない、いいね。今ね、こんな感じ。ちょっとさすがに手持ちがいっぱいになってきたから、テストに物を入れよう。はい、そしたらここで、ね、一番上の部分はダイヤモンド破壊しろ、ラプスラズリブロックで、はい、上の部分を全部つなげていく。いいね。はい、そしたらね、今度ね、あのね、鍵の部分を作っていく。ワン、ツー、スリー。ここで、トライドの羊の、ね、要望登場。はい、そしたらね、蓋の部分を作っていこう。1,2,3,4。さあ、ここをつなげていって、はい、はい、はい。えい、そしてね、ラプスラズリブロックが少なくなってきたから、はい、また追加していくと。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9。で、他の参加者も9個。ただね、はい、上の部分をすべてつなげていくと。はい、つない。はい、そしたらね、この隙間を全部ね、はい、ダイヤモンドで埋めていくんだけど、ラクラク、隙間を埋めていく。うまい。いや、これマジで建築めちゃくちゃ楽。はい、完成、ダイヤモンドチェスト、いいね。だからね、ちょっと作業台に、まな板作業台で、はい、チェストをね、60個作っていく。ドアを作りの、ドアを設置して、ここから入れるようにすると。そうしたら、はい、はい、倉庫の完成。それ、いらないアイテムを、はい、預けていこう。はい、それではね、今から、ウィザーストームとね、戦う準備をしていくんだけど、ウィザーストームはエンドシティにいるから、まずエンドシティに行くための準備をする。となった時に、まずね、レーザー行かないといけないから、はい、はい、下掘って掘って掘ってて、それでね、まず溶岩器見つける、溶岩器。いいねー、オッケーオッケー。待って、謎にチェストがある。銀リンゴ、いいじゃん。さあ、溶岩器。溶岩器あるかな、待って、あー待って。バンバン来ちゃった。そしたらね、一旦、はい、鉄持ってきて、はい、バケツを作ると。バケツで水を回収しろ。ほら、いいねー、黒曜石がタンバリン。で、これをね、すべて、はい、回収して、地金を作る。それで、はい、黒曜石セットして、はい、はい、はい。レーザーゲット設置完了で、それではね、まずはエンタードラゴンと戦う準備をする。さあ、レーザー、待って。待って、やばくない？レーザーゲットの上にさ、来てたんだけど。それで、ね、早速、ブレイズロット欲しいから、ブレイズロット集めようと思うんだけど、さあ、これで、ね、アクス今ゲットできなかった。待ってか。待って、これさ、もう普通にブレイズロット落ちてんじゃん。いいね。じゃあ、次はね、エンターパールを集めようと思うんだけど、バージョン 1.12 だから、エンダーマンは出ないと。ただね、これあの、ね、モッドでネザーを拡張してあるから、あの、ガストロで、ね、ボスが出てくるはずなんだよね。なんかクリスタルブレイズみたいにいいんだけど。ない。何これ。あ、待って、フロストロットゲットした。フロストパウダー。いや、これ何に使うの逆に。さあ、ちょっとね、そのね、ガストロボスと戦いたいから探していこう。いいね、いいね、いいね、いいね。まな板だからね、止まらないよ。さあ、ネザーはね、普通は進みにくいんだけど、まな板だからどんどん進んでいこう。待って待って待って。なんかこいつ、ぐるぐる回ってるやついる、これ。すまない。あ、倒した。さあ、いないかな、いないかな。あ、いた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 。ガスター、ガスター、こいつ、うわあ、やばいやばい。めっちゃ連射してくるんだけど。多分ね、バラ板で攻撃すれば一撃だけど、跳ね返せるのかな。いただいただいただい。待って、これ。普通のパンチ全然効かない。ちょっと待って、これ。ダイヤモンドの剣作るじゃん。これ普通だったらどれぐらい食らうのか。あー、つまない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 。1ゲージ減らしたって感じだけど、それ、そろそろ、めんどくさくなってきたから。あー、つまない、いいねー。いいね。
ね、一撃で倒していく。って、え、待って、なかなか知らない。あいつらね、一旦ね、現実世界戻ろう。それはね、確かエンターパール持ってたと思うんだけど、ある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 。それではね、あれ作っちゃいますか。通りまな板で、はい、まな板を焼いて、まな板の源。はい、これ。これで、ね、まな板の源とアイテムを合体させると、はい、64個になるんだよね。で、ブレイズロットも、はい、まな板の源で、64個にしていく。いいね。はい、そしたら、ブレイズロット分解して、はい、これで、エンターアイを64個作っていく。え、まな板装備があればね、簡単にウィザーストーム倒せると思うんだけど、普通に倒しても面白くないから、それ、TLT で倒そう、TLT。砂回収。はい、それではね、TLT を作ると。ちょっと一旦アイテムを、はい、預けて、はい、作業台まな板で、TLT と、まな板の源で、はい、来た !4096 個。これだけあればね、もう足りるでしょう。はい、そしたら、ディスペンサーを、まな板の源で、はい、4096作っちゃって、はい、レッドストーン回収。で、レッドストーンも、はい、まな板の源で、増やしておくと。はい、レバー作ると。よし、それではね、エンダードラゴンとウィザーストームと戦う準備ができたから、今からね、エンドしていこう、エンドはい、そっちね。はい、それでね、バラ板のブーツで、ブームスピードを、はい、4ぐらいにして、わーいいねめっちゃ速いめっちゃ速いこれならすぐ見つかる。ただ引き返しはしない。すまない、待って。引き返したってことは、そろそろよ。それでね、バラ板のパクセルで、はい、はい。いいねこれでほっとけば、いつかね、絶対に、エンド要塞にたどり着くからね。よし、いけいいねエンド要塞到達。はい、来たいいねエンドポータル発見。最後に、はい、埋めて、すまない。いいねー行ってみよう。さあ、エンダードラゴン来たから、まずは、はい、これ、エンドクリスタルを破壊していく。あっ、つらい、つらい。つらい、つらい、つらい。よし、これでね、エンドクリスタル全て破壊した。それではね、ちょっとね、これ、エンダードラゴンで、あ、ちょっと待って。ちょっとこれ、はい。あ、さらに、これ、どうダメージどうこれ。いけ、ダメージだ。うわーすげえめっちゃ食らった、めっちゃ食らった、めっちゃ食らった。ので、はい、増やしてみて。はい、増やして。急遽増やしての、ダードラゴンがバンダクリックスピード、はっぱれ。いいねーいいね、いいね、いいね、いいね。はい、はい、はい、はい。はい、あ、それこれ。待って、もう来た、もう来た、もう来た。早くない、早くない。いいねーさあ、今のうちにバンドで数を増やして、あ、いけーこれで、エンダードラゴン倒せるはず。いける、いける、いける。オッケーいいねオッケーオッケーオッケー。はい、それではね、エンドシティ行って、ウィザーストーム戦おう。来たねーよし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 。このどこかに、ウィザーストームがいるから、今から探していく。おーいた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 ウィザーストームいたわ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 。エンドシティの真横にいるってかさ、背景とかぶってちょっと見にくいんだけど、確実にいるね、これ。こうやってね、爆弾飛ばしてくるんだけど、まな板装備だからね、効かないんだよね。でね、多分普通にまな板のパクセルで攻撃すれば、一撃倒せるんだけど、僕ウィザーストーブって、例えばだけど、はい、こうやって置いて、これ着火すると、はい、こうやってね、物を吸い込む特性あるから、これでちょっとね、TLT をね、吸い込ませたい。ってことで、ちょっとね、ここにディスペンサーを置いて、めっちゃ壊されるんだけど、あ、ダメだ、ディスペンサー設置しようとしてもさ、すぐ破壊される。ちょっとね、こうなったらね、時間で行くしかない。はい、置いて。バンドで増やして増やして増やして。はいはい、増やして。増やして。いいねー余って。さあ、バンドで増やして。はい、これで。うちし。スライ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 。いけいけ吸い込め吸い込め吸い込め。あー、くそ吸い込む前にさ、爆破される。置いて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 。バンドで、はい、数増やして。はい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 。TLT の数めっちゃ増やして。スライ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 。あー、くそダメだ TLT 設置してもさ、吸い込まれる前にね、爆破される。まあまあ、すごいですよ。ちょっと画面が画面が。画面やばいやばいめっちゃなんか爆発がやばい。ちょっとねもうこうなったらもうねまな板のパクセルで行くしかない。ラーッつらい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 いやーいいねー一撃。いやーやっぱねまな板なんだよな。ですからねウィザースケルトンの HP ってね普通に1万とか超えてたからやっぱねまな板じゃないと勝てないねこれは。やばい経験値が経験値がバケモンなことになってる。しかもなんかさ、周りにめっちゃ黒曜石落ちてる。いやー、なんとかね、ウィザースタム倒すことができたね。はい、ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録と高評価、よろしく。